富山県立富山中部高等学校は、富山県富山市芝園町3丁目にある県立高等学校。富山市街の北西部、創立寺の公明の由来ともなっている、神通川に面した、完静な文教地区に位置している。一つの学年に普通科語学級と探究科学科に、学級、一学級40名で、計280名在籍。 2003年度には県内の多発校と合わせて学力向上フロンティアハイスクールに指定された。また2015年度からはスーパーサイエンスハイスクールに指定されている。富山中部高等学校は1920年に人通中学校として設立された。その後、1921年に富山市古手伝町に移転し、1933年に 現在地の同志芝園町に移った。1948年の学生改革によって、人通中学校は人通高等学校となり、同時に男女教学となる。1969年、定員40名の理数科が設けられた。2003年度からの3年間、学力向上フロンティアハイスクールに指定されていた。2011には理数科が廃止され、 定員80名の探究科学科が新設された。教育上の特徴として、平日に4時間、土曜日に6時間、休日に8時間という家庭学習時間を習慣づける指導を学年に関係なく行うことが挙げられる。目的の達成度合いをチェックするために1日の生活を1週間記録する生活実態調査を年2回行っている。新入生合宿は、新入生を 学習習慣に慣れさせる目的で2泊3日の日程で国立立山青少年自然の家にて実施されている。各教科の学習内容、学習方法についての講座や実際の授業、校歌の練習や本校の学習の基盤となる自学自習の時間も設けられている。6月に行われる校内競技大会はホーム対抗で数種目の球技と駅伝が行われる。 8月に行われる大学探訪では、東京にある大学や企業、館長を訪問して、実際に施設を見学したり、大学生や社会人から話を聞いて、進路についての意識を深めることを目的にしている。一泊二日で実施され、ホテルでは東大に進学した、本校 OB、OG と語る機会も設けられている。夏休み期間には、理系生徒を対象にした、東京大、 富山大実習も行われ、2年生は大学探訪か実習のどちらかに参加することを推奨される。毎年9月初旬に行われる体育大会はこの学校最大の行事であり、唯一郊外に公開される行事のため、周辺住民や OB、OG なども観戦に訪れる。本校独自の競技も多数ある。 陸上ボートという競技は、怪我人が出たために一度中止されたこともあったが、OB が現役に介入しないこと、規定時間、場所以外での練習や準備を厳禁することなどを、生徒に課す安全対策を取った上で再開され、現在まで継続している。文化祭では3年生のコーラスコンクールが行われる、ほか、各学芸部が企画、展示、発表を行う。 かつては各ホームで出し物をしていたが、新校舎に移行してからは行われていない。また、文化祭の改革もしばしば生徒会の議題に上がる。生徒会長1名を筆頭に、副会長、初期、会計を各2名、学年委員を各学年2名ずつ設ける。このうち、生徒会長と学年委員については、演説の後に全生徒による投票によって選ばれる。 生徒と担任で家庭のような共同体を作り上げようという狙いから、学級は法務と呼称される。法務庁、副法務長各一名を筆頭に、初期一名、会計二名を設ける。また、大議員、選挙管理委員、ホームルーム運営委員、新聞編集委員、人数編集委員等が選出される。すべての生徒が進学を希望する。例年金沢大学。 富山大学への進学者が学年の約2割を占めるが他大学への進学者も一定数存在する。ッコ内は卒年を表す。ありがとうございます。